日本人重量級最強をかけて二人の侍が激突。熊本が生んだ日本人重量級のエース刑事。強豪外国人が跋扈する K-1 クルーザー級で日本人の主力として活躍。2019年には初代クラッシュクルーザー級トーナメントで優勝し王座を獲得。2020年11月、自身の念願だった地元福岡大会が実現し、シナ・カリミアンが持つ K-1 クルーザー級王座に挑戦。さあチャンスを迎えます。冷静に倒しきるか。王座移動の瞬間、前へ前へと攻め続け1ラウンド KO 勝利。九州の地を大いに盛り上げ、日本人初の K-1 クルーザー級王者となった。2度目の凱旋となった去年7月の福岡大会で日本人屈指のハードパンチャー相高亮と激突。試合序盤に2度のダウンを奪われるものの、地元の大声援を後押しに踏みとどまり、不撓不屈の魂でダウンを奪い返し大逆転 KO 勝利。前回の試合は、逆転勝ちっていう感じで、まあ、試合内容もよしいいし、まあ、会場も盛り上がってそれはそれで良かったんですけど、もう今回はもう圧倒的な強さを見せて KO 勝ちして福岡大会を盛り上げたいと思います。来る8月11日福岡大会、重量級日本人最強を決める戦いにふさわしい相手。自分が勝って重量級の新エースになりたいと思います。疾風の空手家谷川誠也。幼き日、英雄アンディ・フグに憧れ、いつの日か K-1 のチャンピオンになることを夢見た。アンディ・フグ選手ってヘビー級だとあんまり大きくないんですけど、ちっちゃい選手が大きい選手をバンバン倒していく姿に憧れを持ったっていうのが強いですかね。はい。夢を叶えるために7歳から空手を学び、全日本選手権で2度優勝、世界大会の日本代表に選出されるなど輝かしい実績を引っ提げプロのリングへ。このね、内臓を殺しに行くようなこの谷川。チャンピオンを目指し得意の右ハイキックで結果を残していく。そして今年4月 K-1 無差別級トーナメントに出場。やっぱりもう1回戦ちょっと突猛進のアニマル浩二、試合を完璧に支配し判定勝利。谷川誠也が準決勝加藤久喜戦では序盤でダウンを奪われるが、一つ目のダウン取りました。準決勝まで2度ダウンする。こういうチャンスが巡ってくることあるんですね。殿下の宝刀一戦。迎えた決勝戦の対戦相手はマハムード・サッタリ。頂点まであと一つ。迎えたその結末は、右のローリーストレート、パンチ当たる距離勝負出ましたね。ストレート来た。ダメージもあります。3度のダウンを奪われ KO 負け。世界と戦っていくには、まあ、メンタル面でもそうですし、スピード、テクニック、パワー、全てが足りないなっていうのを痛感させられた試合だったというか、外国人の選手たちがやっぱ重量級は
こうなんていうんですかね、席巻してるというか一番活躍しているので、やっぱそこに食い込んでいかないと K-1 が舐められてしまうので、まあ K-1 を世界的に大きくするためにもやっぱ重量級は絶対に外せないので、そこの責任は自分が全て背負っていきたいなと思ってます。重量級の未来を担う覚悟を見せる谷川、まずは日本人のトップに立つためにケージの待つ九州へ。僕そうですね、空手の時から結構アウェーが多かったので、アウェーの方が得意。ケージ選手は元チャンピオンで日本人のエース、まあ、自分がしっかり倒せば重量級の日本人新エースとしてこれから世界と戦っていけるかなっていうふうに思ってるので、ここは絶対に落とせない試合かなと思ってます。日本人のまま絶対俺でしょ今回ね、その谷が倒したらもう日本人とは俺やる気ないんで、やっぱ世界に立ち向かっていく日本人の姿、そこで活躍してやっぱ頂点を取るっていう姿をやっぱみんなに見てほしいですね。スーパーファイト K-1 クルーザー級ケージ VS 谷川聖也。